はいどうも。今回はね、高 IQ の人の習慣は IQ を上げる習慣とは異なるということを説明します。時々ね、ネットでとか、あと本とか書店に行くと、ほんの時々なんですけれど、高 IQ の人がやっている習慣、そういう本あるいはネットの記事なんかを目にすることがあります。僕自身も昔読んでたことがありますし、またそれに関する記事も書いたことがあります。ただね、これ誤解される可能性があるんですよ。どういうことかっていうと、 IQ の高い人とかメンサ会員の人がやっている習慣っていうのは IQ を上げる習慣とは限らないんですね。つまり IQ を上げたいと思ってそういうのを真似してみても、むしろ場合によっては逆効果になる可能性があるんですね。今回はそれについてね、詳しく解説していきます。まず高 IQ の習慣に IQ を下げるものがあるという話。具体的に言うと、イギリスのカーディフ大学かなの研究なんですけれど、子供の頃ね、 IQ が高かった子供ほどアルコールとかドラッグに依存してしまう、その割合が高いらしいんですね。で、言うまでもなく、お酒とかドラッグっていうのは脳にダメージを与えます。で、これなんでかっていうと、やっぱりその IQ の高さって関係してるんですね。というのも、IQ が高いと不安障害が多いんですよ。不安障害になりやすいんですね。で、要は他の人よりもセンシティブになる可能性が高いと、今で言う繊細さみたいな感じですかね。そうなってしまう確率が高いと。で、あと一般的な人と、話が合わないとまでは言わないけれども、あんまりその自分の考えが受け入れられないっていうケースもよくあります。で、これでね、平均的な人と比べて、ストレスがより多い、ストレスフルな状況なんですね。で、ストレスを減らしたり、あるいはちょっと忘れたりする。その一つの方法として、お酒とかドラッグとかに溺れてしまうんじゃないかと考えています。で、要は因果関係が逆なんですね。これをすると IQ が上がるじゃなくって、 IQ が高い人っていうのはストレスがあるから、むしろこう IQ を下げようとする、そういう傾向があるんじゃないかと考えています。で、もう一つね、習慣で決まらないんですよ。どういうことかというと、IQ って遺伝で決まります。親のね、IQ が子供の IQ を決定づけると。慶応大学の安藤教授の分析なんですけれど、特にね、その大人になってからの方が遺伝の影響って強いんですね。つまりこう、子供の頃の IQ っていうのは親の遺伝で 41% 決まります。一方で成人初期のその人の IQ っていうのは親の IQ が66% 影響していると。つまりね、こうたまに子供の時は振動だったけど、二十歳超えたらただの人っていうことわざ、そういうフレーズがありますけれど、親の能力は普通で、でも環境が素晴らしかったっていう話なんですね。特に成人迎えてから遺伝の影響が環境よりも大きくなっているというわけなので、その習慣をいくら変えようがね、大きく変わることっていうのはないと思います。ただIQ をね、上げる方法、これはあるんですね。どういうことか、自分の知的能力、これを下げない行動、これをするんですね。これ僕自身ね、よく間違って使っちゃうんですけれど、知能と IQ って違うんですよ。知能っていうのはもう絶対的な値なんですね。こうテストで言うと何点取ったかなんですよ。でも知能指数って指数って書いてるじゃないですか。要は相対的な値なんですね。なので偏差値みたいなもんです。だからこう自分と同じ年齢の人のうち、上位何パーセントの成績を取っているか、これなんですね。一般的に人って20歳か25とかぐらい超えたら能力って下がります。で、この下がるスピードを抑えることができると、そうすると相対的に賢さが上がるんですよ。どういうことかっていうと、例えば A さんという方が20歳で100の能力持っていたとします。で、50歳でちょっと衰えて95の能力を持っていたとします。でも
平均的な人はがもしね20歳で100の能力を持っていて、で50歳で70まで下がるとします。この時って A さんの知能指数って20歳の時は平均と同じなので100なんですね。でもこう50歳の時って平均を上回っているわけです。なので、IQ は100を超えているわけなんですね。絶対的な賢さというか知能、これをキープしたりあるいは上げたりするって結構めんどくさいんですけれど、下がるこの割合、これをね抑えていく。そうすると相対的な賢さって上がるんですね。つまり頭を悪くする習慣、これをやらないと。そうするとね IQ、つまり同じ年齢層におけるこう相対的な賢さ、これは上がるわけです。僕のおすすめしているのは、例えばマルチタスクをやめる、あるいはこう語学学習をする、そういったものをおすすめ しています。こうすることでね、自分の脳のこう能力、これが低下する、これを抑えることができると考えています。今回はここまでです。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。